皆さんこんにちは、鈴木貴博です。今日のですね、動画の、アフレコはですね、家からこの電話口からこう語りかけるように収録しようかなというふうにまあ思いまして、はい、なのでちょっと普段よりかもですね、まあちょっとこの声のボリュームがちょっと大きく聞こえるかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。で、八王子に2泊している間に貯めていた、交通系 IC スイカでね、購入した飲み物でもらえるそのスタンプもですね、今日無事朝反映されてましたので、友達にかっこいいでしょみたいな、このロゴみたいな感じでですね、ちょっと自慢してしまいました。はい、で、ね、僕もずっと欲しかったので、そのデザインのスタンプがね、まあ特にまあ意味はないですけどね、まあでもスタンプ2倍キャンペーンですし、まあいいかなっていうふうに思い、はい、でまあその今日のまあ占いの運勢というのはですね、まあ貴重品に難がありということですね。で、何かその自分の持っている高価なもの、ブランドもの、大事にしているものが危ないと。ただそれを守りたいと思ってですね、頑固になりすぎるとまあ価値観の合わない人と揉めてしまいそうとかですね、まあそんな感じでいろいろあると思いますが、まあとりあえずはまあ誘いは断るという、まあそんな感じにして、まあ引き続き YouTube ではね、動画を上げようかなというふうに思います。はい、でまあ最近の僕の小脳梗塞の疑いというね、まあいろんな憶測なんかもまあどっかでは飛び交っていましたが、まあその間にまあ気づいたこととしてですね、まあアイドルとか友達のまあどうのこうのとかですね、あと人付き合いにしてもそうだし、こうね、何でもこうパッとこう手で飛びついて取ってっちゃうんですよね、そういうのをね。普段でしたらそこまではしないで、お互い距離感を取ってるはずですよね。でもね、その高速の小脳高速の人たちっていうのはですね、そういうのをね、アイドルのものとか、そういうのをね、全部こうパッと取っちゃうんですよね。で、例えば僕が表現するいい表現としては、例えば美術館ね、美術館っていうのがあって、じゃあその時のじゃあ美しい絵画を見た時に、いや綺麗だなっていうふうに思って見ていくじゃないですか。でもね、小脳梗塞の場合は違うんですよ。そういうのをねパッとこう取って買っちゃうんですよ。でね、そういうところでね、ちょっと癖のある動きをしているので、すごく気をつけたいのなっていうふうに思うんですよね。で、まあそんな感じで、うーんとこうね、言いながらこう眺めている中で、まあ、多くの方がですね、こう片手をパッとこう出して取っていっちゃう、まあそんな光景をまあ目にしている中で、やっぱり自分はいや、そうじゃいけないなっていうふうに思うし、そんな簡単に捕まっちゃいけないなっていうふうに思うし、やっぱり何かね、そういうところにね、病気が隠されているとか、あとは窃盗とかね、そういったものの何かこう後ろめたいです、何かを感じてしまうというのが、まあちょっと、心残るようなというふうに思います。はい、まあそれはまあ置いといて、まあ話は変わりますが、相変わらずまあデトックスとして、まあ水へのこだわりをですね、まあずっと持っています。で、普段飲む、例えば清涼飲料水とかコーラ、コーヒーとか、あとはまあね、カップラーメンにしてもそうですし、その取ったものとなんかそう同じぐらい体洗いたいなみたいな、そんな思いを、まあ、持った時に、水という飲み物はですね、非常にいいんではないかというふうに思いました。体内のですね、まあ、薬、溜まりすぎてしまった薬とかをですね、まあ、流すのにもまあ利用されるらしいですけれども、
普段の食品添加物なんかもそういうお水をですね、まあ、ちゃんと飲んでこう洗い流すみたいな、まあ、そんな感じのですね、気持ちいい感じが、まあ、また味わいたくて、まあ、やっています。はい、まあ、言うてもあれですね、外食とか の、まあ、あの器とか食器というものはね、他人が使ったものをね、あの洗って、再度また利用しているものですので、まあ、全体的には汚いんですよ。まあ、でもまあ時間の経過とともに、まあ、何か改善されているものがあり、まあ、みんな平気で使ってますけれども、家のですね、あの食器ほど綺麗なものは他にないというぐらいですね、家の方が全然綺麗です。うん、一見まあその店のが綺麗ってまあ見えるかもしれませんが、それ使い回しですからね、まあ、そこをちゃんとね、覚えておいてほしいなというふうにも思います。はい、でまあ最近はその新硬貨として500円玉がまあ新しく流通していますよね。またね、あの例のね、昔のように。でそれがもう店で使えるか使えないかとか、まあ、そんな議論もまあされている中 で、そのフルムチューブのですね、そのアジアンティークのその店があったとして、そこでじゃあ新500円の効果が使えるんですかとかね、そういうこともまあちゃんと知った上でまあ行かないとですね、いざ行った時に500円の効果断れるかもしれませんよっていうのは、そういう感じですけれども、よくまあそんなのんきなことをね、まあ、言ってられるなというふうにも思いますが、まあそういうのを、まあ、声高らかに言う時代はまあ終わってますからね。なんだかんだみんな、それでもね、うまくやっていけるように、まあ、信じてます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。では、失礼いたします。